ヘルシンキ地下鉄はフィンランドの首都ヘルシンキの地下鉄である。フィンランドで唯一の地下鉄であり、世界で最北の地下鉄でもある。27年にわたる計画・建設の後、1982年8月2日に開業したヘルシンキ市交通局によって運営されている。一旦が分岐した全長 35km の2路線で25の駅がある。 ヘルシンキ西部のエスポーからヘルシンキ中心部を通り東部の住宅地までを結んでおり、あるいは都心内部の移動手段としても利用されている。交通局の統計によると年間の利用者数は5600万人に上る。運賃はヘルシンキ市内、エスポー市内間の移動で2.9ユーロ、ヘルシンキエスポー間の移動で5ユーロ、ヘルシンキ地下鉄の路線図、 ランシメトロ区間の路線図ランシメトロ開業後の路線図ヘルシンキにおいて地下鉄建設を求める動きは1955年9月に始まり1963年3月には最初の草案が市議会に提出されたしかしその概要は全長 86.5km108 駅と非常に大規模であったため長期間の審議の末に否決され寒避駅から ヘルシンキ東部のプオテラ駅までの一路線だけを建設することに決定した。1969年5月7日、地下鉄建設の第一期工事の正式な認可が下り、そのうち車両基地のあるロイフベルトからヘルットニエミ駅までの試験区間は1971年に完成した。第一期の全区間は1977年の開業を予定していたが、車両の問題などによって、 予定より5年遅れの1982年に開業した。1982年6月1日には正式な開業を前にラッシュ時のみ開業し、8月2日にはヘルシンキ中央駅イタケスクス駅の区間が正式に開業した。なお、同区間の駅は当初は6駅だけであった。ヘルシンキ地下鉄の路線は20年にわたって少しずつ延伸開業して今に至る。また、 数十年にわたる審議によって西への延伸路線、乱シメトロの建設が進められ、ルオホラハティマティンキュラ館は2016年8月15日に開業する予定であった。しかし2016年6月にシステムの安全面での試験が遅れていることから開業を延期、同年7月1日の時点では2017年1月までには暫定開業できる見込みとされていた。 その後も延期が続き、2017年9月に、同区間の実車を用いた、試運転が開始された。同年11月10日、開業は2017年11月18日になる、ことが発表され、11月18日に開通した、海を渡る地下鉄ヘルシンキ地下鉄の路線は、エスポーシから海を越えてラウッタ島を通り、ヘルシンキの中心部を通り東部の郊外に延べビビる。 途中のイタケスクス駅から先は二手に分岐する Y 字型をしており全部で25の駅があるエスポーからヘルシンキ中心部までの区間は地上区間であるが東部郊外は地上や高架区間が大半であるしかし地上駅でも積雪対策などのためホームをコンクリートなどで覆っている構造のものが多いこれまで路線番号は付けられてなかったが延伸区間が開業したことで M1、M2 の2路線が運行されることとなった。なお、両線が重複しているイタケスクス・タピオラ間では、同じ線路を走行しており、明確な区別はされていない。列車はすべて各駅停車で、タピオラ・イタケスクス間の場合は、通常4から5分おきに運行している。メルン巻発着の列車とブオサーリー発着の列車は、ほぼ同じ本数で、交互に運行されている。駅名は、 フィンランドの公用語であるフィンランド語とスウェーデン語の二言語で命名されており、社内などではその両方で放送されるが、英語名が付けられているラウタティエントリー駅、ヘルシンキ大学駅、アールト大学駅は英語での案内放送がある。ただし、下記は観光客向けに全区間で英語も併用される。ヘルシンキ地下鉄はヘルシンキ市内の公共交通機関の中核を になっており、多くのバスが地下鉄駅とその周辺地域との間で運行されている。バスから地下鉄へと乗り継がなければ都心まで行けないこともあり。例えば、ラーヤサルからのバスは、日中はすべてヘルットニエミ駅が終点となっている。マティンキュラ駅に行ってウクンプ駅運動公園駅、ケーラニエミ駅ラウッタサーリエッキルオホーラハティ駅、ハカニエミ駅ヘルシンキ地下鉄、m 1 0 0ヘルシンキ地下鉄、 m 2 0 0ーリティ駅とイタケスクス駅の間のロイフペルトには車両基地があり整備などもここで行っている路線の東側と西側の両方から出入りできるようになっており車両基地に戻る際は校舎用のイタケスクス駅3番ホームが使用される運転前に車両を長時間温めなくても済むように通常の車庫の他に暖房付きのエリアもある営業路線と反対の方には 時速 100km での運転が可能な試験用の線路があり、その先は長さ 5km の非電化区間を経て VR 本線のオールンキュラ駅に接続している。連絡線の大部分はヘルトニエミ港湾鉄道に沿うように作られており、ビリッキ地区では路面上を走る併用軌道となっている。途中にバンター川と国道4号線を渡る鉄道橋があるが、これは よけりバス路線も使用している。2008年現在、ブオサーリー進行とそこへの連絡線は、現在の地下鉄終着駅から 2km 離れているが、VR の港湾鉄道への新たな連絡線が完成した際には、現在の車両基地は閉鎖される予定である。連絡線のうちそれらの区間は、2016年に、よけり線延伸のため転用される予定。 ヘルシンキ地下鉄は VR グループの近郊電車と同じく機関線5 2 4ト、mm、ルの後期を採用しているが直流7 5 0トの第三機情報式である。車両は M100K、M200K、M300K の3種類がある。M100K、M200K は2両編成、M300K は4両編成を基本とし、通常は4両編成か6両編成を組んで、 運用されるが、根結は、不可能。最高速度は、トンネル内で時速7 0トル地上部分で時速8 0トルポイント通過時が時速3 5トルまたは時速6 0トルとなる。ヘルシンキの鉄道路線付いたメトロ計画路線図ヘルシンキ地下鉄の最近の変化としては、ソルナイネン駅と黒沢利駅の間に開業した、カラサタマ駅がある。 この新駅は、最下、また、シーリティ駅とイタケスクス駅の間にもロイフペルト駅が計画中の住宅地のために計画されている。なお、ロイフペルトは、車両基地のある場所でもある。ヘルシンキ市は西に隣接するエスポー市や、北東のバンター市、シポーシへの延伸を計画しているが、近隣の各自治体はあまり積極的ではなく、特にエスポー市南部への延伸路線乱シメトロは、 多くの議論を呼び、エスポー市の内部やヘルシンキ市との間に政治的な衝突を生むこととなった。しかし、2005年に行われた世論調査によると、エスポー市民の75%がランシメトロの建設を支持し、2006年9月25日には、エスポー市議会が建設を認可した。前日の通り、ルオホラハティマティンキュラ館は2017年11月18日に開業した。さらに、 その先のマティンキュラキ・キベンダー・キカンの延伸工事が進められており5つの駅が設置されて2020年頃に完成予定となっている。ランシメトロの他には、現在線のメルン巻キから東の七宝市方面への延伸計画であるビタメトロやサンタハミナから現在線のカンピ駅、VR のパシラ駅を経由して、ヘルシンキ・バンター国際空港、および、 市内北東部のビーエイタル2号線で0.211ユーロ、キロメートル、人となる。2002年の年間の使用電力量は2001年の 32.2GWH より増加し 39.8GWH であったが、これは1人1キロメートルあたり0.10キロワットアワーとなり、路面電車よりも省エネルギーである。ありがとうございます。